さあ、行きましょう。ドラゴンクエストモンスターズ3というわけで、今回はね、最悪の魔界のね、上級を行くんですけども、さっきね、撮影外でちょびちょびこの子たちを最強の殺戮パーティーを育てたんで、これ久しぶりにね、ちょっとネット対戦してみようかなと思って、ただ、普通のオンライン対戦やと、ちょっともう長くなるし、多分ボコされるのは確定してるんで、この連戦クイックバトル、一回ね、30連敗して以来ちょっとやってないんで、これをね、ちょっとリベンジしてみようと思います。というわけでやっていきましょう。さあ、どう？いや、もう強そう！え、勝った！勝てていく！どうどうどう？おー、いいね。これ30連勝いけるんじゃないか？てか、待て、相手強すぎんか？あ、これはいける。このメンツは大丈夫。このメンツも多分大丈夫。オッケー。これもいける。いいね。いや、強い。え、あれに勝つの？え、最強か？俺。どんなメンツなあれ。いやー、龍神王ね。龍神、うわ、強そう。でも、勝っていく。え、神様、どういうバランスなんこれ。え、強い。え、いける。やばい、強い。無道を持った。いや、強すぎ。え、めっちゃ勝つやん。え、これ全勝いけるんじゃないこれ。え、どういうバランス。え、20連勝。いや、強そう。いや、さすがに無理か。あー、じゃいける。神様、いける。なんだお前、あれ、ナインのラスボスみたいなおった。いける。おい、強っ。え、強っ。え、あー、ね、あのホエールマージみたいなやつ。おー、強い、急に強くなる。お、え、でも25勝ってめっちゃよくね。え、まさかのめっちゃいい戦績。お、え、なんで仲間なったん。え、なんでアークでも仲間なったん。どういうやつ。まあいいか。アークデーモン。え、しかも B ランクや。え、いいんすか。爆発の極意と MV アップ2。え、なんなんこのご褒美。良すぎるやろ。ラッキー、感謝。よっしゃー。気持ち良すぎる。とりあえず、じゃあ、最悪の魔界行くか。おー、構想。なかなかまがまがしいな。おー、すげえ。いいね。古代のダンジョンっぽい。地獄の帝王エスタークはここで目覚めた。そう、中級のとこね。ええ、その影響でこの最悪の魔球と人間界のアッテムト鉱山がつながってしまい。へえ。速攻でやられたやつな。そして勇者は地獄の帝王を見つけ。さすが手が早いわ、勇者さんは。あ、パッコイジャク教団。地獄の三神は地獄の帝王とも。そう、地獄の帝王あと2体残ってるやんね。三神、変な話だな。ここで見つかったエスタークは1体だけだったの。いや、あと2体おったんや。あの2体マジ気になるわ。エスタークみたいなのがもしかしたら他にもいるかもしれないってこと。復活させる、もしかして。熱いな、それは。お、いいね。結構いいね。でもエスターク、あれ絶対でも、あの2体目のなんか重くそ土下座みたいなしてたやつはドラクエ10に出てくるやつだったはずなんよ。地獄のなんとかみたいな。あの、でも飛んでるやつがようわからんかってんな。あれは俺も知らん。ワクワク。わあ、いいね。サムネイルに使えそう。さあ、行きましょう。いきなりボスだといいんだが、そうはいかなさそうやね。東大タイガーみたいなやつ。玉座の間。ほんまにここ建物やな。ちょっと、おお、逃げていく。ちょっとしばかしてよ。君スカウトするわ。俺の仲間にならないか。ベンガル。何ランク？ D ランクなんや。しゃあなしな。わーう。50%。いや、はい、はい。よっしゃー。これもうガンガン登っていく感じでいいんかな。あれ、人食い箱っぽいな。ちょっと無視しとこ。パンドラボックスはおらんのかな、今回は。なんかそういう情報は見てないような気がするんだが、まがまがしすぎる。ま、もうすでにまがまがしいぞ。大丈夫か？いきなりボスか？君らあれやね、ようこんな怖いとこ前走るね、ピサロの。寝てる。まさか地獄の帝王とやるか？お、どうした、ピサロ。明暗か？なになに？あー、なるほどね。あのシーンはここやったんか。なるほど。
世界を滅亡に導く怪物もこうなりゃただの石像だ。それな、ちょっと時の砂で戻したりや。お、どうした？そこから奥へ行けそうだ。うわ怖いな。でもエスタークとやり合うまだやちょっと心の準備は整ってないけどな。うわーエスターク死んでる。これ死んでんの？あ、打ち倒され石化した。勇者が有能すぎるんよな。いやでもかっこいいなこれ。やっぱりいいね。まあちょっとスルーしていきましょうか。ジュマ神殿、ジュマ、え、また玉座の間。お、こいついいやん。ドラゴンライダーみたいなやつ。名前何やったっけ。ドラゴンライダーかな。あ、ドラゴンライダーね。ちょっとスカウトしに行きましょう。いけ、よいしょ、いける、はい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 、よいしょ、ナイス。よし、ドラゴンライダーは絶対使う。なんかにこいつランク何 D か。いいね。わ、ドキドキする。あいつおるんちゃん。スーパードキザしてるやつ。うわ、あれと戦うんはえぐいな。呪魔神殿、玉座の間、物抜けながら飛んでるやん。え、これ天井破ってってない？これ飛んでるね。誰もいませんね。いや、そらおらんやろ。おったら困るやろ。柱でっか。なぜこの玉座には主がいないのでしょう。主が毎回おるってこと？まだ奥に行けそうだが。やばすぎる。あのやばいしぶき。すげえ嫌な予感するぜ。それな。行ってみましょう。行くんですね、ロザリー君。ロザリー君勇敢よな、ほんまに。しゃあねえな、行くか。エスターク、イスナ神殿。エスターク、イスナ神殿。あいつがイスナっていう名前なんかな。そういうわけではない？怖いな怖いな。あ、旅の扉がある。もうやな。まあもう特になんか探索するようなとこもなさそうやからな。何走り回ってんのお前。行っちゃうか。もう行きましょう行きましょう。よっしゃ行くぜ。おお、何や、なんか角片方なくない？うわー出たー怖すぎるやろお前。えぐいえぐい、ほんま怖いわ。これもやられたん？あー、そうそうそう、土下座エスターク。うわ怖っ、ほんま普通に怖いわ。この姿、確か最悪の魔球の中層で見た。せやな。動くか？まあ動くよでしょうね。なんだってんだ。いやこいつ怖いってほんまに。バッコイバッコイ。ええってもう今いいとこやったのに。何よパッコイ。激ヤバマジ心理。今復活させるってことか。めっちゃやらかしよるやんこいつら。やってんな。生命誕生以来の最高峰超絶最高超心理。ブワーってね。お前ら自らを生贄にしてんのか。ちょっと気合入りすぎちゃうか。よみがえってゆく。うわー、イスナって言うんや。滅びの準備はできました。地獄の三神イスナのお目覚めだ。やばそう、バリ強そう、イスナ。うわー出た出た出た。こいつ、うわえぐ。うわー、あっちに行きます。倒しちゃうの、オピサロ。刺激しようぜこれ。うわー怖い怖い怖い。エスタークの BGM や、鳥肌立った。うわかっこいい、エスタークイスナ。えぐいえぐいえぐい、めっちゃソワソワしてるやん。ちょっと1倍にしようスピード。うわーソワソワしてる。うわー鳥肌立つわ、かっこよすぎる。いいね、やってやろうじゃねえか。とりあえずスクルトしとくか。キラーマジンガは、あーでもやっぱキラーマジンガにやっぱ攻撃させたいから、バイシオンしとこう。まずスパイシオンね。オッケー、これでよし、あとは好きにやれ。バシエン、ナイススピード。リーズレット可愛いな、やっぱ。うわー、強い。マヒャデドス、いっけ。おっしゃー、もういっちょ。
強い。これ余裕で勝てるんじゃね。うわっ、強い。ああ全然かこれ余裕ですわ。すまんな、ちょっと強くなりすぎたわ俺たち。え、魔人斬り、なんだその確実に当てに行くやつ。ようここの場でやろうと思ったな君。うわマヘで暴走する。うわえぐ、え乾燥ってことそれ、えぐで、ちょっと強くなりすぎちゃう、ちょっとやりすぎだな。え、怖い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 。おお、イスナがおるということは、でももう一個おるよな、翼の生えたエスターク。こいつもしかして何。ええ、よく似ています。この魔球で中層で見た、世界を焼き尽くしたという地獄の三神の一柱に。一柱って読むんや、勉強になります。やっぱり地獄の帝王は三体いるって考えいいなベネット。やっぱりだがそうだとしたらもう一体はどこへ行ったんだ。あれ飛んでってたやん。だから怖い。え、連戦、あー違うか。うわー出た、こいつあれやん、気狂ってるやつやんうわー怖っ。え、これどうなんの、終わり。あ、ルーラーできる。おい、どうすんの。え、一旦終わりでいいじゃん。うわー怖かった。でも BGM やっぱクソかっこよかったな。やっぱエスタークといえばあれよね。ルーラー、さあ帰ってきたが、え、結局あれどうなんの、次どこ行ったんかな。そんな行けるとこあったっけ。まだトラベライト見てみるか。新しいとこないよな。え、どこ行くのじゃ、なんかない。え、この後どうしたらいいの。あれなんかここ行ってみたいなもないしな。あー、パッコイ邪教団のとこ行ってみるか。ちょっとあ、でもあれやね、ここが目的地みたいになってるな。あれやっぱそうなんか。でもどこ行ってほしいのって感じやしな。まあちょっとパッコイ邪教団見に行くか。さあ、到着した。うん、大丈夫か。やばいやばい、オーラがえぐいことになってるぞ。おい、パッコイパッコイ。いや、なんもなさそうやな。ちょっと戻るか。ルーラ、
お、モンジーガは何かのお店を始めたようだ。あーなるほどね、アクセサリーを別のアクセサリー、錬金釜ってこと？ OK、 まあいいわ、行け。同じものになってしもうたって、お前ふざけんなよお前クソじクソじじいとか言ったら元気だ。お前ちゃんとしろよ仕事よ。お前5つも使ってんぞ俺。あ、ちょっと待って俺鉄鋼取り手の魔界クリアしてないわ、めっちゃ忘れてたわ。なるほどねなんかおかしいなと思って、ちょっと前回から期間が空いちゃったもんで鉄鋼取り手もう完全に終わってるもんやと思ってたわ。ヘルバトラーさん倒してないわ、まだパーシバルの無念を晴らしてなかったので。そっちね、それ先やろうか。ほんならじゃあその前に配合して、鉄鋼取りでね魔界行きましょう。まあ、ちょっとねいろいろ集まってる、いろいろね配合したり捕まえたりしてラインナップは増えたんで、なんか作られへんかなそろそろ。検索配合で、あーでもそんな面白いのおらんな。そうそう、リーズレットさんとかキラーマジンガさんをちょっとね配合し直そうかな。もうレベル90ぐらいになってだいぶ気合入ってるんで、キラーマジンガとガーゴイルの後手だよね、攻撃力めっちゃ上げてたあいつをねちょっとまあ配合しちゃおうかな。これ最高よな、この下から見上げる感じめちゃ眺めいいよな。俺いいだよ。よっしゃー、ちょっとね配合して、この子たちはねゆくゆくは二次クジャクに転生する子たちなんでね、期待して待っといてください。というわけでね、今回はここまでにして、次回、今度こそ、鉄工場の魔界ねヘルバトラーさんしばきに行きたいと思います。では本日もありがとうございました、また次回よろしくお願いいたします。